どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの ANA JCB クレジットカードなんですけども、まあ、ちょっとね、テープ貼ってあって JCB 見づらいと思うんですけども、こちらね、ANA の JCB の一般カードなんですけども、こちらね、年会費が初年度無料っていう風になっておりまして、2年目以降はね、2200円税込みね、かかるクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、本日の動画ではですね、このJCB のクレジットカードのね、年会費がキャッシュバックをね、受けることができて、このクレジットカードとかですね、キャッシュバックをね、受けると、825円で維持できるんですよね。で、こちら更新するとね、1000マイルがもらえるっていう風になりますんで、825円を払って1000マイルもらうみたいな。まあそういった感じのもね、維持することができて、まあ静岡カードとしてね、結構お勧めさせていただいてるんですけども、今回ですね、こちらの年会費キャッシュバックを受ける方法をですね、解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、こちらの ANA JCB カードでね、この年会費のキャッシュバックの方法をね、解説させていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらね、ANA の JCB カードに限らずですね、JCB のクレジットカードであればですね、プラチナカード級のザクラスっていうクレジットカードとプラチナカードってありますよね。このカードはね、年会費キャッシュバックのね、対象外っていうふうになっておりますんで、この点はね、覚えておいてください。でですね、ANA JCB 一般カード使われている方、ゴールドカード使われている方、スーパーフライヤーズカードね、使われている方、またね、ANA JCB にはソラチカカード、あとソラチカゴールドカードね、あると思うんですけども、こちらね、保有されている方はですね、結構簡単にね、キャッシュバック受けることができるっていうふうになりますんで、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、このキャッシュバックを受ける方法なんですけども、JCB カードにはですね、スマリボっていうね、リボ払いのサービスがあるんですよね。で、このリボ払いのね、サービスを、まあ、今回利用するわけなんですけども、このリボ払いっていうのは基本的に手数料がかかって、まあ、どんどん使えば使うほどね、利息ばっかり増えてみたいな、そんなイメージがあると思うんですけども、このね、スマリボっていうのはですね、うまく利用していただければ、手数料払うことなくですね、年会費のね、キャッシュバック受けることができるっていう風になっておりまして、で、キャッシュバックのね、幅についてなんですけども、一般カードの場合はですね、1375円以上のね、年会費であれば、1375円がね、キャッシュバックされるっていう風になっておりまして、1375円未満ならですね、年会費と同額がね、キャッシュバックされます。ですので、こちらね、初年度年会費無料で2年目以降ね、2200円のね、年会費がかかるクレジットカードっていう風になりますんで、スマリボね、利用していただくと、2200円から1375円が割引になって、825円のね、年会費で維持することができます。で、これ ANA JCB 一般カードですけども、ANA JCB ソラチカカードっていうこちらのクレジットカードがありますよね。こちらも初年度年会費無料2年目2200円っていう風になりますんで、こちらもね、825円のですね、年会費で維持することができます。どちらのクレジットカードもですね、年会費更新していただくと1000マイルがね、更新特典ということでもらえますので、こちらね、かなりおすすめっていった形になります。で、 ANA JCB ゴールドカードと ANA JCB ソラチカゴールドカードっていうね、ゴールドカードがあると思うんですけども、この2枚のクレジットカードはですね、年会費が税込み 15,400 円っていう風になりますんで、こちらゴールドカードっていう風になりますんで、5000円以上のね、年会費であれば5000円のね、割引が受けられるっていう風になりますんで、 ANA JCB ゴールドカードと ANA JCB ソラチカゴールドカードはですね、14,000円でね、利用することができます。こちらのね、 JCB のクレジットカードは年会費が割引ではなくてキャッシュバックなんですよね。ですんで、一回払ってそれが戻ってくるっていう風になりますんで、元々のね、年会費は一貫落ちますんで、この点をね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、年会費のキャッシュバックを受ける方法なんですけども、こちらね、公式サイトの画像なんですけど、こちらね、見ていただくと非常にわかりやすいんで、こちらで解説させていただきますけども、カード年会費優遇キャッシュバックの条件ということで、まず一つ目にね、スマリボを登録していただきます。で、二つ目にですね、カード有効期限付きの前月15日から遡った期限内にショッピング利用があることということで、ちょっとね、言葉で聞くとね、ちょっとややこしい感じに聞こえると思うんですけども、こちらにね、カードの画像出てると思うんですけども、こちらにね、有効期限付きっていうのが書いてありますよね。
ここの月のですね、前月の15日の1年間ね、利用があればキャッシュバックのね対象っていう風になりますんで、まあ前月までっていうところだけはね、把握しておいていただきたいんですけども、まあ大体ね、過去1年間に1回利用があればですね、こちらね、キャッシュバック受けられるっていう風になりますんで、非常に簡単にね、利用することができます。でですね、年1回ね、利用していただくんですけども、こちらね、どういうものの利用が対象になるかっていう話なんですけども、置き時ポイントが付与対象になるね、利用が必須っていう風になっておりますんで、カード年会費であったり、データ維持費、ショッピングリボ、分割手数料、キャッシングサービスの利用分、あと電子マネーチャージ分に関してはですね、こちらね、置き時ポイントの付与対象外っていう風になっておりますんで、こちらで利用してもですね、年1回のカウントに入らないっていう風になりますんで、個人的にはね、Amazon ギフト券ね、購入していただくのがね、楽でいいかなと思うんですけども、ひとまずですね、電子マネーチャージあたりね、こちらポイント付与対象になってないとですね、これね、カウントにならないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。でですね、このスマリボの登録と年1回のね利用していただくと年会費のキャッシュバックがね受けられるっていう話なんですけども、このスマリボっていうのはですね、常に登録しておく必要はなくて、カード年会費の月の前月19日までにですね、このスマリボの登録の判定日があって、それの日にスマリボが登録されていると受けられるっていう風になってるんですよね。ですので、その日だけ登録しておいて、その日以外はスマリボ解約みたいな、そういった感じでもですね、利用することができるっていう風になります。ですので、まあ基本的にはですね、こういった感じでね、利用していただくのはね、いいのかなっていう風に思うんですけども、でもまあ忘れたらね、意味がないんですよ。ですので、登録しっぱなしでもね、いいのかなっていう風に思うんですけども、でもスマリボはリボ払いっていう風になりますんで、注意がね、必要なんですよね。まずコースはですね、標準コースにしていただく。で、毎月の利用額ですね、こちらを1万円以下にしていただく。またね、カードの利用額がもしもね、1万円超えたら繰り上げ返済をね、していただく。まあこういった感じになるんですよね。ですので、毎月ね、1万円以上使ったりっていう感じで、メインカードにされている方、またね、利用して繰り上げ返済していただければ別にいいんですけども、この繰り上げ返済をね、忘れそうだっていう方はですね、常時登録するのはね、良くないかなっていうふうに思うんですよね。まあこちらはですね、皆さんお好みで選んでいただければなというふうに思うわけなんですけども、リボ払いはリボ払いなので、でこのスマリボはですね、標準コースで1万円以下の利用であれば手数料ね、かかりませんので、まあ本当にメインカードじゃなくて持ってるだけみたいな感じでほとんど使わないよみたいな人はですね、まあこれでね、常時登録しておいて年1回使っとけばですね、年会費の割引受けられますんでいいんですけども、もう本当にメインカードにされてるみたいな感じでね、月2万3万とかね、利用されている方だと、このスマリボね、登録してしまうとですね、まあ5000と1万円選べるんですけども、それね、超えてくると、どんどんリボ払いのね、手数料どんどん乗ってきますんで、そうなったらですね、意味がありませんので、そうなってくると、繰り上げ返済ね、していただく。こちらはまあ簡単なんですけども、まあしていただく必要があるっていう風になりますんで、こちらはね、注意していただければなと思います。で、カード年会費の前月19日までですね、このスマリボの登録がしてあればね、OK っていう話をしたと思うんですけども、この日がわからないっていう方、まあ中にはいらっしゃるかなと思うんですけども、こちらはですね、カードデスクに電話していただければですね、どの日までに登録しとけばね、キャッシュバック受けられるのかね、聞いていただければ教えていただけるっていう風になりますんで、まあわかんない方はですね、このカードの裏面のね、JCB デスクね、電話していただければなと思います。それでは次にですね、スマリボの登録ね、実際にやっていきたいなと思うんですけども、ちょっとこれにね、画面出しておきます。MyJCB っていうね、JCB のクレジットカードのアプリがね、ありますんで、こちらでね、やっていきます。こちらね、アプリ開いていただくと、この画面になると思いますので、でですね、ちょっとね、さっきやったんですけど、ANA のね、JCB カードだと枠をね、私設定してなかったみたいで、ちょっとね、使えなかったんで、今回ね、ソラチカカード、ありますよね。ちょっとここにあるんですけど、これね、伝説のソラチカルートのこのカード、こちらでちょっとね設定していきたいと思います。ではまずソラチカカードを選んで、
で、右下にねその他ってのがあると思いますんで、ここをクリックしていただきます。そうすると MyJCB こちらでねウェブ版に飛びますので、こちらでメニュー、右上のメニューですね、でリボ分割払いキャッシングで、スマリボの登録変更ですね。で、まあ、ここでスマリボの登録があって、こちらでね、残高ゆとりコースと標準コースがありますので、標準スライドコース、残高スライド標準コースですね。こちらをね、選択します。こんな感じですね。現在登録なしということで、登録変更後がスマリボ、残高標準コースになってますね。で、これで登録をします。そうすると、登録手続き完了しましたということで、これでねスマリボの登録がね完了っていった形になります。非常にね簡単ですので、まあちゃちゃっと登録ねしといていただいて、あとはねこちらのクレジットカードね、ちょっとソラシカカードに変わって申し訳ないんですけども、こちらのカードね年1回ね利用していただければ、こちらの場合だと、年会費が本来2200円かかるわけなんですけども、825円でね維持することができて、1000マイルはね獲得することができます。まあ、825円払ってね1000マイルもらえるのであればですね、結構いいかなというふうに思うのと、まあ一般カードゴールドカードね保有されている方ねいらっしゃるかと思うんですけども、年会費ねキャッシュバック受けられたい方はですね、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回ですね、 ANA JCB カードの年会費ねキャッシュバックのねやる方法を解説させていただいたわけなんですけども、注意事項ね言い忘れてましたけども、三井住友カードでもこのリボ払いのね手数料ある支払いね、マイペースリボと手数料のある支払いしていただければ割引ね受けられたりするんですけども、このね三井住友カードのマイペースリボっていうのは、ちょっとね、JCB と違って、またね、年会費の割引もですね、JCB の場合は、初年度はね、受けられないんですよ。ですので、2年目以降っていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。ですので、ゴールドカードとか、初年度ね、1万6000円ぐらいかかると思うんですけども、初年度はね、食らいますんでね。まあ、一般カードね、ANA の一般カードとかだと、初年度で年会費無料ですのでいいんですけども、ゴールドカードだとね、初年度から買ってきますよね。ですので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。